サムチン、パズルのこと分かってないんじゃない？他にいい方法知ってるの？一つ知ってるけど、聞きたい？うん。じゃあめちゃくちゃにしないで、一緒にパズルやろ。退屈なんだもん。珍しいものを見せてあげる。来て。うん、本当かな。こんにちは。今日は珍しいピースのパズルをやってみようと思うの。すっごく難しそう。それぞれが独特な形をしてるの。星、ロリポップ、鳥、ユニコーンまであるな。ロリポップどこ？僕にちょうだい。じゃあまず最初に見つかるように努力しなきゃね。待ちきれないな。ねえス、最終的にはどんな絵になるの？絶対に気に入ると思うわ。大好きなキャラだから。僕の予想通りかな。やった、僕の絵のパズル。そうでしょ？違うわよ、ユニコーンのパズルよ。サムチン、怒っちゃった？もし嫌だったら。冗談でしょス。ユニコーンの方が全然いいや。思いつかなかったな。ああよかった。何から始めようか。普通のやり方にしない？端から始めて真ん中に移動するな。うん、端から始めた方が簡単よね。じゃあ分担しよう。上の部分はサムで、下の部分は私。中心に向けてやりましょう。うん、それでいいや。先に始めてるから今回は勝てるかも。もっとちょうだいっす。たくさん持ってっちゃうよ。探さなきゃ。猫もらい。ダメよサム、これは絶対私のピースよ。ここにぴったりでしょ。ダメだよ、僕が最初に見つけたんだ。気に入ったしね。私と争うつもり？どこにあるか教えてよ。すぐ離してあげるから。はい。へへん、嘘だよ。もう騙されたわ。反対側をやればいいか。うん、どうすればいいのかわからなくなっちゃったよ。どうしたのサムチン、手伝ってあげようか。この猫みたいなピース、どこにもはまらないけど、やってみる？はまらないのはそっちのピースじゃないからよ。言ったでしょ。なんてこった、なんで、なんでなの。時間を無駄にしちゃったよ。このピースはここにぴったり。今のところは私のリード。うん、僕にチャレンジする気？受けて立つよ。絶対に勝つんだ。危険なスライムね。よし。あー、参ったわ。これでパズルに戻れるね。ねえ、全部くっつけちゃったけど、どうやって勝者を決めるの？まだ競争する気？うん。引き分けでどう？この大きなパズルを見て。まだやることがたくさんあるけど、大丈夫なの？サムチンは自信がないの？あなたらしくないわね。いや、アイスクリームを見たら元気が出ちゃった。どこで止めたの？カラフルなたてがみをやろう。すっごく綺麗だからね。サムチン、重要なピースが欠けてる。どれをはめればいいと思う？どうしよう、角を忘れてた。一番大切な部分なのに。そうね、角なしでは魔法を使えないから、すぐに見つけなきゃ。サムチン、手伝ってくれない？私はパズルを進めてるから。大丈夫、僕の探偵のスキルを使ってすぐに見つけてあげる。みんな、ちょっとしたライフハックを教えてあげる。パズルは縁に沿って組み立てた方が簡単なの。いいヒントだね。
角を見つけたらすぐに手伝うから。待ってるわね。ねえ見て、魔法のクリスタル。うわぁ、ピカピカで魔法みたい。楽しそう。サムチン、私たちも魔法を使わない？どの部分を一瞬で仕上げたい？ユニコーンの可愛い頭かな。どうして？一瞬で仕上げるから見てて。小さいけど大切なピース、よし。うまくいったね。角を見つけるために魔法を使えば。ずるいわね、自分で見つけるって言ったじゃない。空から頭の上に落ちてくればいいのに。え、マジ？うわ、サムチン、まるで何もないところから作り出したみたい。これはユニコーンの魔法、クリスタルかも。見つかってよかった。雲のピースはたくさんありすぎて難しそう。他のピースから分けてやれば。いいアイデアね、手伝ってくれない？いいや。1、できたよ。どうやったの？見せてあげる。うわ、珍しいピースがたくさん、星もある。スー、なんでユニコーンは空に住んでるの？翼もないのに。高くジャンプできるんじゃない？それが魔法なのかも。僕にもできればいいのに。やっぱりダメだ。もう一度集中してやればできるかも。ユニコーンが魔法を使ってくれるわよね。僕はワンパクスライムサーブだ。あれ、ドレスだわ。うわ、ユニコーンと虹、ここにはめてっと。このピースはここ、完璧。うわ、すごいジャンプ。どれくらいかかった？これ全部やり終えるくらいの時間よ。やばい、見逃しちゃった。魔法のクリスタルがあるから見てみて。すごいでしょ？やった、すごい。サム、クリスタルを数えたの？クリスタルは全部ピンクだよ。ピンクはマジカルな色だからね。なるほど、ピンクはたくさんあるわね。ユニコーンもピンクっぽい。本当に？忘れてたよ、出来上がった姿を見たいな。私も。残りのピースを色分けしてみよう。すぐにできるから待っててね。魔法を見られるよ。やった、準備 OK。 どこから始める？たてがみのない頭は変だから、そこから始めれば。そうね、直さなきゃ。はい、次のピースはここ。みんな、この風船を見て。これでオッケー。スー、首も終わったの？うわ、次は尻尾の番よ。カラフルなピースが必要よ。ユニコーンがカラフルなたてがみと尻尾を持ってる理由、わかったよ。え？カラフルなたてがみと尻尾には気づかなかったわ。なんでなの？このユニコーンは虹の上で生まれたからだよ。だから雲の中に住んでいるんだ。面白い考えね、サムチン。合ってるかもね。合ってるんだよ。これを見て、虹色になってるでしょ。赤、黄色、緑色、紫。別に反論はしてないわよ。
ちょっとここ手伝ってくれる？もうちょっとだから。あともうちょっと。ちょっとやめて、壊れちゃうじゃない。このピースは他の場所のためね。ここにはめてみようね。忍耐が大切なの。でも色と形が合ってたかな。ダメか。いや違うわ。うん、この小さなダイヤモンド可愛い。このかっこいいドラゴンの場所はどこかしら。よし、中央がまだ空いててピンクがたくさんあるわね。ずっと色分けしてたから全部一緒に見える。まず前足からカラフルに仕上げなきゃ。あ、このピースを見つけたから正しい場所にはめていい？いいでしょ？よく見つけたわね。いいわよ、やってみて。これはここで、よし。これはここ。できた。うまくいったよ。うわあ、ユニコーンの体に模様があるみたい。すっごく綺麗。水彩画みたいだ。壁にかけたくなっちゃった。仕上げたら壁にかけられるわ。他のピースを探してきて。はい、これはどう？どれどれ。小さなウサギはここで、プレゼントはここ。ふう、できた。もうちょっとよ、早く仕上げたいわね。あ、ここが空いてる。はい、スー。ありがとう、サムチン。これを入れたらパズルは完成。すごく綺麗に仕上がったね。次は何？壁にかけて飾るんでしょ。誰の部屋に飾るの？絶対に私の。行くわよ、じゃんけんぽい。グーよ。神だからパー。いつも私の負け。次回はコイントスしよう。みんなは木のユニコーンパズルが気に入った？高評価とチャンネル登録をよろしくね。じゃあまたね、バイバイ。バイバイ。Thank you.